今度はミニッツレーサードリフト仕様で走ってみようと思います。使用マシーンはこれです。スカイライン。こいつで行ってみたいと思います。スカイラインです。はい、でコースは後でトライしましょう。この辺に、この辺を見てみましょう。どういう風になっているか。
狭いんですぐ見つかっちゃうな。こんな感じです。